でも巨人ってやっぱり野球に対して厳しかったでしょ。あの教育とかが厳しかったですよね。例えばどういう教育から入るの。まず初めにその紳士たれっていうのは一番あったじゃないですか。だからまさか自分とこの球団からその野球賭博がどうだこうだってそんな事件になるとは思ってないから、あもうその辺がずれてきてたんだなというのを思うんですけど、僕らの時は本当にこう服装からいいから、とにかくジーパンなんか絶対ダメだったし、で襟のあるもの着れとか、はい、そうするとなんか頭はちゃんと綺麗にまとめろって、はい、そうするとどうしてもヤクザファッションになっちゃうんだそう、まあ、確かにいや、はい、その時じゃそうだよ。あそうなっちゃうんですか。ジーパン履いちゃいけない、 T シャツ着ちゃいけない、あ確かにそう、そうするとスラックスにこういう襟シャツ着ると完全に、はい、濃くなるんだ、まあ、みんないかついですね。それで、はい、白い靴とかやっぱり抵抗だから白い靴履いたりする、はいはいはい、そうするともう完全に映画の世界の系の人が多いわけ、はい、V シネが多いわけ、V シネがでも野球に入ったら野球に入ったらさ、はい、捨てゲームができないんだよ。ああ。みんな見てるから、うん、だからもうレギュラーだったらエースだったら、はい、もう絶対何回まで絶対投げなきゃいけないっていう責任感があるしね。まあ当然でも僕らの頃って例えば藤田監督だったんで、もうピッチャー投げたらもうお前らもう先発のやつは絶対完投しろっていう教えだったんで、最後までもう投げ切る、もう7回ぐらいだって変えてほしいなって正直思うことあるけど、もうベンチ見たって何も変えてくれないから、はい、もう未来の人たまに出てきて交代させられるとなんでだよとかと思うけど、はい、そういう顔はしなきゃいけないと思ってた。内心ほっとしても、あそうよね、パフォーマンス、あそうパフォーマンスやっぱりその、まあ、死んでる時はあるわね、ありますありますいやだから俺らは、はい、まあ、例えば7対0とか、まあ、10点差ぐらいになると避けてくれたりとかするわけ、はい、でも巨人の選手って絶対それしないし、うん、オープン戦の時からもうベストメンバーで行かなきゃいけないわけよ。でも今はだいぶ変わりましたね。今はその野手が休ませたりして大差勝ちの時とか、はい、大差負けの時に変えたりとか、あります、ね、やっぱああいう形でやっぱり年間通して戦うために気持ちのあれ休むっていうよりも気持ち和らぎますもんね、うん、ちょっと途中で終わって、はい、で次の日また頑張ろうっていう意識につながるから、うん、だからやっぱり巨人が今すごく調子いいのはそういう大差勝ちだとかそういうのもだいぶできてきたから、はい、そうやっていろいろと変えれるようになってくるとこう全部循環が良くなるよね。うん、いやだから瀬戸際で強いんだよ、はい、例えば V9 がかかったさ、はい、甲子園の一戦勝った方が、優勝、はい、巨人が勝つ中日との 10.8 はもう、はい、やっぱり、ね、これはもう歴史の積み重ねだと思わないから、それはね、もうあの時はやっぱり長嶋さん噛み上がってましたから、うん、やっぱり途中でまあ僕らが失速していったのも僕らのせいなんですけど、でもやっぱりここは大事だよっていう時に長嶋さんの全然目の色変わって、すごかったですよ。やっぱりあの時のミーティングだとかは聞き迫るものがあって、印象に残ってることだ、うん、ミーティングの言葉。でも当然もうとにかくこの試合はとにかく国民的行事なんていうのはこれも報道されてるんだけど、絶対に責任は全部俺が取る。多分これ負けたらやめる聞いたんじゃないですか、ね、あ93年に就任して2年目だよ、はい、94年から、はい、多分やめる気だったと思うんですよ、もし落としたら、はい、その覚悟はあった、伝わってきたもん、責任は俺が取るから、だからとにかくお前らもそんな勝ち負け気にしなくていいから、あ今日は勝とう、もう一度勝つ勝つ勝つってまあ3連発したんですよ、はいはいはい、今日は勝つ勝つ勝つってやったんだよね、はい、すごかったよ、おたけびみたいな、その、まあ、戦国武将が多分こんな感じだったんだろうなっていう、俺らに対して勇気をもうといたら、ね、いや指揮官としては大事なことだよね、いやもうそれでおおって言ってバーッとロッカーのホテル出てったんですよ、すごい、で、まあ、もういきなり西ってんだからな、はい、俺でもあの時の緊張感じゃないだろうな、ない今までにないやっぱりもう緊張感、だから結局、はい、僕あの後その年に完全試合やってるんですよね、はい、でもその何ヶ月後に 10.8 経験させてもらって、うん、一番ビビらなくなりました、何もかも、だからその
あの10点経験して僕2点取られちゃって交代しちゃうんだけど、うん、次の日本シリーズ何にもビビらなかったですよ、その時の緊張感もうあれに比べたら何ってことないから、だから逆に日本シリーズ良かったですよ。おだからそれをやっぱりビビることなかったですね。だからやっぱり大きなゲームってやっぱり選手として成長させるんで、僕は WBC だとかも本当そうなんですよ、うん、だから上原にインタビューした時に、もう WBC のその決勝とかあの辺で投げてるから、ワールドシリーズのあの場面もやっぱりそんなビビらなかったって言ったんですよ。だから WBC ってすごいことなんだな、選手の、まあ、日の丸だよね、日の丸を背負うことっていうのはもうそれくらいやっぱ選手を大きくするんだなっていうのは、だからやっぱりあれは続けなきゃダメですよね。まあそうだね、あの日の丸の文化は。まずは監督何人、長嶋さんと藤田さんと王さんです。これもすごい時代ですよね。すごいっすね。その3人の中で、はい、マギに一番合ってた監督って誰が、藤田さんでしょうね。やっぱピッチャー出身ということで、やっぱり藤田さんが礎を築いてくれたと思ってます。僕はもうピッチャーで、それは球がね、速いからっつってもまだやらせなきゃいけないことって僕はあったと思うんですよ、守備だとかいろんなこと。いや、たくさんあった。でも2年目にちょっとあの出させてくれたわけじゃないですか。そこからずっとローテーションで いけましたんで、それはすごく感謝してます。でもその時抑えも経験したの藤田さん。抑えを経験したのも誰の時なの。藤田さんですね。やっぱそうでしょ、うん、でお前ちょっと投げてこいって言って、抑えでもあの関係、でもその頃って抑えだからプレッシャーなんてことはないんですよね。たまに結構力があったから。いやだってさ、抑えっていうかさ、今の抑えと全然違うんだよ。はい、3イニング任された抑えとかさ、かわいそうですよね。かわいそうだよね。3イニングですか、うん、抑えをやったおかげでやっぱり生きた、先発に生きたとかそういう話がよくあるじゃない。中継ぎに入ったからなんか腕が振れるようになった。まあ僕はそのたまたまその先発でおかしかったから抑えやってとじゃなくて、先発でもよかったから抑えもやれるだろうっつって、そのあのなんか何日か空いてる時にやらされただけだから、うん、そんなにこうネガティブに捉えてないです、ね。あ、まあ、結局調子がいいから抑えに行ってるよっていう。だけど晩年で抑えやってくれって言った時にやっぱりスピードもなくなってきてるし、まあ、バッターの方も顔で抑えられるような時代じゃなくなってきちゃってたんで、うん、辛かったですね、抑えはね。やっぱそう、うん、だけどやったことによってやっぱり、あ、ブルペンの様子だとか、こんな思いをしてくれてたんだっていうのことは分かったから、まあとりあえず今はそれを経験しなかったら全然解説だとかそれにしてもちょっと違うじゃない、論点がずれてくるかもしれないけど、やったことによってやっぱりそっちの方も分かったから、あ、よかったなと思ってます。じゃあできるだけ自分が先発したときは完投してあげなきゃいけないなとか、ちょっと休ませてやりたいなっていうのがあった、ね、あとも絶対に抑えた後とかも打たれた後もね、やっぱりねぎらいの言葉もちゃんとかけてあげなきゃいけないなとかさ、いろいろと思いますよ。まあ、最後に、はい、ピッチャーの極意、これ自分が、はい、自分がこう築き上げたものって極意です、槙原さんの中の、うん、まあ、例えば、まさきだったら集中力とか言ったじゃない、うんうん、で、こうだったらセンスだとか、うん、まあ、そういう話をしたじゃん。自分は何だったの、何ですかね。まあ、僕は投げることだけはなんか器用だったような気がするんですよね、自分の中で。器用、うん、はい、それ以外は何もダメなんだけど、投げることに関してはなんかうまくやれたから、まあ投手という職業があってよかったなと思うだけで、まあ、あとは自分でこうしようああしようっていうよりはなんか普通に投げたらできちゃったという感覚なんで。センス、いや、投げることだけは、はい、だから変化球もその日にこう投げられちゃったり、フォークなんてもうね、指挟むだけで。だってスライダーがさ、はい、まあその前もスライダー投げてたんだけど、スライダーがこう変わった瞬間があったわけ、はい、でもそれは篠塚さんに握りを教えてもらって、はい、ちょっと投げてみたら、その日だって、その日にもう、いやーって曲がりだしたから、すごいっすね、それ、このでその次の試合、広島戦で投げたんだけど、はい、たった三振取れて、面白いように曲がった。で、若手の時100としたら、何パーセントぐらいで投げた、
80ぐらいですね。そしたら9イニングは長く感じなかったでしょ。もう楽でした、まあ、ダメージが全然違いました。一番大事なのはもう力抜くことだと思ってるんで、うん、まあそりゃそうだね、スポーツで一番大切なのは難しいのかな、この脱力を覚えた、まあ、僕は結果的にスライダーを覚えたことによって力を抜くことを覚えたわけじゃないですか、うん、そう80年に2割ぐらい引くことで覚えてコントロールも良くなったんで、まあ極みといえば脱力だと思います。脱力、あの24勝した時の田中マー君の脱力感は半端じゃなかったですね。それを感じた、はい、同じようなことを力抜いて本当にこうそこへ投げるっていう、だ僕はその38歳まであんな感じで投げれなかったんだけど、はい、これなぜ脱力できるかというと勝ってるというあの積み重ねがあるから脱力できるんですよ、うん、1個でも負けたりもうずっと連打されるとやっぱ人間だから力入るんですよ、はい、だけど勝ってるからどん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 抜けてって、あの24勝ぐらいの時のあの究極は感覚はすごい、マークも未だにあると思うんですよね、力抜いて投げたいなって。脱力だと思いますね。力抜けたら僕はそれあの投げ損じゃ少ないと思うんですよね。じゃあ最後に、なんで左手をこうやんの今ですか。いつもこうやってやってるこの話なんか。そうこれはあのたまたまですいや俺このものすごい気になるんだよ。こっから指出てたからこれさっきは直そうしちゃいけないやつ。これは違う違う、ね、ずっとこうやってるからさ、なんでかな。いや僕はちょっと気になる。 YouTube であんまり放送しちゃいけないやつでしょ。いや気になってんだよな。正直ちょっと気になってましたけど、最後にちょっと聞きたい。僕大体こうなんか先輩の前でこうやって腕組んでること自体がおかしいなと思うんですけど、なんか最近こういうになっちゃうんですよ。すいません。いやそれいやなんか知らないけど、こうやって喋ってたいんですけどね、なんか手持ち無沙汰で今こうなっちゃったんですけど、いや俺最初から最後までこれが気になってた。最初から最後まで気になってた。最初から左手だけはこうなるからさ、先に言ってくださいね